あれ、おかしいですね。死ね、狭間隊。僕は貴様の存在を許さない。永遠にだ。なるほど、なるほど。目覚めてましたか。こんな少ない確率事象に当たってしまうなんて、私も運が悪いですね。いや、逆に運がいい。貴様は二度と僕の前に現れるな。ベガ、奴を止めろ、今すぐにだ。了解。赤鬼だと。奴を捕まえろ、急げ。邪魔をするな。お前こそ邪魔をするな、このバカ。うんじゃな、英雄さんよ。つるみ。一足遅かったな、心得。見せてもらったぜ、秩序の力をよ。すまん、心得。いや、気にするな、私のミスだ。気づくのが遅かった。貴様ら何を言っている。お前がジン・キサラギか。そうだ、貴様こそ何者だ。私の名前は九重、第七機関の科学者だ。悪いが、すぐに対応をしなければならなくなった。お前と話してる余裕はない。待て、今のは奴の言っていたことは何なんだ。そこでテイガーと揉められても困るからな。簡潔に言う、お前の秩序の力を奴に見られた。多分対応されてしまうだろう。それだけだ。秩序の力を見られた。何を言っているんだ、貴様。今のお前だよ。どんなことにも流されない、どんな言葉にも揺るがない。その力は時として神の力すらも跳ねのける。絶対的な意志だ。どっかの英雄野郎と同じな。助けて、ここの絵博士。ようこそ、迷える子羊翔くん。ここは第七機関の天才科学者、ドクター九重のラボだ。と見せかけて、その実態は教会に一時的に存在を定着させることができる空間だ。まあなんだ、簡単な話が謎空間、あるいはご都合空間だと思ってくれればいい。ぶっちゃけると、各トゥルーエンドにたどり着けなかった子羊たちのための理想郷だ。アバロンだ。ヒントなんかいりませんっていう根性値120の人々と、隠し要素出したいだけの格ゲー中と、攻略サイトでフローチャート見てまっさーせんな人々はスキップして構わないぞ。うん、よろしい。では本日の迷える子羊よ、入ってこい。さて、今日は誰だ。やっはー、来てやったぜ。うん、今日は来客なしと。さて、寝るか。ちょっと待ってくださいよ。まったく、ここはお前が来るところじゃないんだ。そのくらい空気で察しろ、この緑虫。で、何の用だ。なんか知りませんけど、この私が失敗してしまったようでしてね。で、私にアドバイスをもらいに来たと。ええ、まあ
正直あなたのお世話になんてこれっぽっちもなりたくないんですけどね。じゃあ解散。はいはい、お客さんがお帰りですよ。あー、ちょっと待ってください。何か不思議な力が働いてるみたいで、ここから出られないんですよ。助けてくださいよ。まあ、私もアドバイスを終えないと出られない設定だったな。なんと、まあそういうことでしたか。じゃあとっととアドバイスでも仕上がってくださいよ。頼み事をするときはプリーズだろ。黙って聞いてりゃ調子に乗りやがって、このバカ猫が。ああ、調子に乗ってると穴という穴に特製チャップスをぶち込むぞ。お互い不快ですから、やることやってさっさとおさらばしましょうよ。うん、一理あるな。では一時休戦ということで。まあいいだろう。で、何を聞きたいんだ。生き残りたいのか、本気の体見せつけるのか。いえね、体から追い出されてここに来たわけなんですけど、どういうわけかまた狭間の体に入ってるんですよね。本体だと荒くねと見分けがつきにくいし、単純にキモいし、女子が喜ばないからな。本当にこの世界だと何でもありなんですね。あ、それでアドバイスって何かあります？いや、特にない。は？いや、お前の場合選択肢は簡単なはずだ。でも違う意味で難しいタイプだからな。アドバイスとかの問題じゃないんだよ。というと？最後のラグナに勝てなくてここに来たんじゃないのか。うん。いやー、いいわけじゃないんですけどね。最後のラグナ君、マジでパネー強さなんですよ。そこで戦闘面でのアドバイスありませんかね。ほら、私女性プレイヤーの使用率も高そうですし、戦闘で詰まる人も多いんじゃないのかなって。うん、専門外だが。そう言わずに。もったいぶってんじゃねえよ。なんか言ったか。いえ、何も。ラグナか。あいつは接近戦がお得意らしい。確かに立ちビーとかかなり強いですね。あまり近寄らせないように立ち回れ。まずはビギナーモードでもいいぞ。確定反撃からワンコンボ入れるんだ。体力のリードを奪ったら、あとはタイムアップまでかかっとバックステップしたり、ウロボロスで逃げ逃げしとけ。はは、なるほど。まあそんなところだ。あとは何度も諦めずに挑めとしか言いようがないな。それにお前ボスキャラなんだし、そのくらいの難易度は許せよ。はいはい、わかりましたよ。それでは私はこの辺で。ああ、もう来るなよ。次に会ったら容赦なくぶっ放すからな。やっはー、バカバカ、もうこんなところ二度と来ねえよ。やっはー。ぶち、あれ、出られねえって。ちょっとここの絵さ、何ですかその物騒なものは。うるさい。お前なんぞ教会の果てまで吹き飛ばしてやる。ちょっとうわあ。神に逆らうからだ。そして狭間は考えることをやめた。狭間編完。バケレコてめえ、お前